がたいです。拍手してくださったんです、ほんまにありがとうございます。お疲れ。こんばんは、はじめまして。お、はじめまして。誰のファンなんやろ。今日もおみくじ違う。おみくじはそこら辺に置いてる。ちょっとぶつけるな。ちょ、あのね、ちょっとやることが多いと頭がうーってなる。いろいろやらなあかんことがあるからちょっと大変やねって話なんですよね。唐揚げ食べてる。いいな。いいな。お、話か初めて行くね。やったね。待ってる。明日からか。明日からか。13か。そっか。そっかそっか。あのファンの方が、もうね、昨日の夜に、もう、何っけ、何日にお話し会がありますよとかの宣伝の画像を作ってくださってて、マジで感謝。シャンラ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 ンバトルの詳細教えて。言えないですね。私も把握できてるかできてないか。うん、見ます。あのいいね押したいけど、ちょっとあの押したい気持ちは山々なんですけど、押し、もう押せないわけじゃないんですけど、あのもういいねって思ってるんで、いいね以上かも、ありがてえって思ってるんで。17日の、あ、噛んじゃった。17日、今日めっちゃ噛むんですよね。アンコールガール大丈夫やったかな、噛んでないかな、ちょっと先輩。17日のまたぎ公演応募をしてました。当たるといいな。お疲れ様です。そう、17日に昨日ツイートしたんですけど、ミックスジュースさん初またぎ、ミックスジュースさんに初またぎ出演なんです。いや、めっちゃ嬉しい。ずっと出たい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 ってアピールして、ちかしげさんについに出演させていただきます。またぎ出演、あのほんまに先輩方がすごいんで、もうほんまに私全然もう頑張ります。緊張しちゃう。そうだよ、そうだよ。ほんまに楽しみね。誰が出演しはるっけな。ちょっと曖昧やからも覚えてないんですけど、18、17か、17やね。そう、2日連続アンコールガールさせていただきました。16、17、18、19、20、21。何言ってんの。16が恋ラブ公演昼夜で、17がミックス13にまた出演させていただける。めっちゃ嬉しい。大丈夫。17日仕事やったけど、若にゃん絶対に会うと。うん、仕事か、偉いなみんな。ほんまに偉い。17、16が月曜か、17かな多分。はあ、寒い。あら、16日初めて公演応募した。初めて、めでて。今日化粧の感じ、うん、メイクさんがいつもメイクしてくださってるから、メイクさんによってメイクちゃうからかな。かな、分からへんけど、ブラウン、オレンジブラウン使ってくださったから、今日のメイクさんはだからかも。ちょっといつも言うとメイク違うのは、マスカラ、あとここに濃いシャドウ入れてるんで、キリッとして見えるんかな、わからん、ちょっとわかんない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 。こう入れるとめっちゃ目強調されるなって印象。入れるときある、たまに普通にメイクするときも。ペライトブンブン振ってください。
あと巻きをいつも細いコテでメイクさんが巻いてくださってるんですけど、なんか今日は私髪伸びちゃったからもう太いちょっと太めのコテで巻いてくださったから、いつもより緩いというかちょっと緩いからかも。ちょっといつもと違う風に見えるのは。あやこやひゃもよ、はいはい、かやかやけ、アンコールガールってどうやって決まるの？ん？マネージャーさんが決めてるっぽいですね。その担当マネージャーさん、グループの。だから2日連続とか稀にあるっぽい。え、なんて？え、わかんなんて言った今。眠たいですねって言ったと思う。髪の毛ついてる。そんななんてってみんなして聞かんでも。なんて言ったやろ。ちょっと覚えてないわ。つめんといて。いややで。なんて言ったやろ、わかんない今。覚えてない、あくびしたから。寒くなってきたな。何笑うとんねん。夜ご飯これからまだ食べへんけど、いろいろやってからご飯かな。私服見せてほしい。今日の私服？どうも、短パン履いてます。パンスト履いてたけど伝染しちゃったからポイした。めちゃめちゃビリビリって引っかいちゃってね、爪で。なんか爪がね、なんかこうなってるから切らなく、だから今日寒い。息は吐いてたのに帰り脱がなあかんくなっちゃった。まだ話したことないのよね。そんな前からしてくださってるんですね。でも前って言ってもその1年なんですけどね。そう、すぐ破っちゃうパンスト。相性悪いみたいな私と。いや買いたいけどめんどくさいからもう買っちゃえみたいな。アウターもあれやし、ダウンコートやからちょっと長めやから足隠れるし。でやかな、昔俺も始めたっけ。59分今51分、51足す15計算できへん。51足す15は6、66やから、6分になったらランキング読みします。6分だから5分になったら、8時5分になったらランキング読みします。あら、そうなん。短く切る、切れないの。あ、研究生、こう研究生だから、なんだっけ、あのあれよ、あのあれ、固定ヘアやから決まった長さまでしか切れなくて、多分 3,4 センチやからこれくらいかな、切るって言ってもあんま変われへんと思う。ちょっとこれえらい下やな。あ、ショールームしてます。お疲れ様です。まだまだ歩いてた。時間いっぱいいっぱい。そう、昇格してないんです。そう、また研究生だから。いやけど髪切りたいって言ってたけど、なんかファンの人は長い方が好きって言ってる方もいらっしゃって、なんかファンの方の意見も切った方がいいから、やっぱ伸ばすかってなってる。すぐ気変わっちゃうからね。切りたいと思ってたけど、ファンの方が長い方が好きって言われると、じゃあ伸ばすかな。ちょろいから。ほな、揺れるな。寒い。そう、
みんな優しいから何でも似合うよって言ってくれるんですよ。大好き。なんなん、なんでそんな優しい。一体見ますか、逆向きできてんの。見せへんけど、めっちゃ逆向き痛い。なんか肌弱くてね、すぐ逆向きできちゃうんですよ。ハンドクリーム多に塗ってんのに。きびだんごと同じぐらい絆創膏大事。わかんもう今ね、あの靴ずれしてるから右足絆創膏貼ってるよ。もう髪は切りたいんですよね。ボブが好き。あ、マジでボブの女の子噛んだな。ボブの女の子ってマジで可愛いですよね。あーボブ可愛いよね。切りたいけど皆さんの意見を元に切りたいから伸ばす悩むな。今考えらんなくてもいいので。ねえボブわかる。わかのも好きやから。今日は顔むくんでない。昨日顔パンパンにむくんでたんですけどね、昨日と今日全然顔違うでしょ。あ、だから顔違うんか。昨日めっちゃむくんでたんですよ私。顔パンパンやった。もうほんまにありえへんかった。パン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 、すごかったよ。寒いな。寒いな。ボブにしたいな。むくむとき理由あるの。前日当たり目鬼食べたとか。なんか空腹満たすために当たり目とかスルメとか紐の系っていうんですかを食べるんですけど、当たり目をよく食べる。よく噛むし好きやし当たり目めっちゃ。あ、オレンジと白ふた見えましたよ皆さん、ありがとうございます。そうそう、で当たり目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 、あれ何の話してたっけ。違う、え何の話だっけ。ごめん、当たり目、あそうむくむから。当たり目って食べたらなんかむくむ気するんですよね。そうだからかな、当たり目食べたから。とか当たり目食べると大体むくむ。私ジンクスなんかな。塩分、うんそうそうそう、塩分、魚介類の塩分とかなんかな、分からんけど。なんかほんまむくんだらほんまにパンパンになるんですよ。目も顔周りも全部パンパン。ご飯なった、ランキングルームしよう。お疲れ様です。行こうか。よし、ランキング見しよう。よし、13位。ちょっと揺れるな。13位、みすみんさんありがとうございます。12位、たからのさんありがとうございます。11位、かるちゃんさんありがとうございます。10位、てつみやさんありがとうございます。お9位、オールドさんありがとうございます。8位、みなみちゃんありがとうございます。7位、ひかりちゃんありがとうございます。6位、じゅりちゃんありがとうございます。5位、まさおさんありがとうございます。4位、けいさんありがとうございます。3位、あやねちゃんありがとうございます。2位、鉄メガネアットマークからあげまよし、マジでからあげ食べたい、ありがとうございます。ほんまに食べたい、みんな食べよう今日、私も食べたいし。1位、舞浜アンフィシアターナウさんありがとうございます。あれかな、歌うまみたいなやつですかね。しおみんと、うーかさんと、あとでね、分かってますよ、分かってます。アミルさんだが参加してるやつですね、合ってますよね多分。そこの会場わかんないけど、
ありがとうございます。ランキング以上です。よし終わるぜ。はい、じゃあ皆さんバイビーアンコールガールありがとうございました。明日の公演頑張らせていただきます。バイバイ。